コマンドラインインターフェースやディレクトリ階層、バージョン情報を表示したフリードウスの画面でディスクオペレーティングシステムは磁気ディスク装置を使用可能としたオペレーティングシステムの名称、または通称。初期のオペレーティングシステムは補助記憶装置として磁気ディスク装置は使用できなかったため対比としてこの名称が使用された。対別して以下が存在する。 IBM のメインフレームであるシステム360のディスク装置搭載モデル用に用意された OS の一つ。システム360の小型機種向けには BOS360、DOS360、DOS360 があった。DOS360 は1966年にリリースされ DOSVS、DOSVSE、VSE、AF、VSE、 sp, vse, si と発展し、最終的に z, vse に進化した。Apple ンピューターによる Apple 2のディスク拡張機能。Apple 2のディスク機能拡張戻す 3x と呼ばれている。これはベーシックに付加することを強く意識しているため、一見すると他のマシンでいうところのディスクベーシックのようだが、 標準入出力を通じて呼び出される独立した機能拡張である。すなわち、ベーシックのコマンド拡張であるディスクベーシックと異なりベーシックからも標準入出力を通じて呼び出さなければならず、他方、ベーシック以外の言語からも容易に呼び出すことができる。このように DOS3X はディスクベーシック前世紀においてベーシックから独立した。 独特の実装となっているが、結局は何らかのプログラム言語の付加機能として、機能することを前提としている点で、現在の一般的な DOS の概念とは異なると考えてよいだろう。TSC の6800、6809用の Flex6809 用から発展した、MicroWare の OS-9、マイクロソフトベーシック系のベーシックインタプ r タでは、 フロッピーディスクの普及に伴い、インタプリタの拡張機能として、ディスク関連機能が搭載されるようになった。これも、講義の DOS の一種ということができる。当初はオプションであったが、フロッピーディスクさらには、ハードディスクの普及の本格化に伴い、標準的な機能として含まれるようになった。MSDOS 等が DOS のデファクトスタンダードとしての地位を確立するまで利用された。 OXSOS を参照。雑誌 OX に掲載されたマシンゴモニタサブルーチンの入出力条件があらかじめ定義されており、移植された対象では同じアプリケーションが動作する。全身である、メースではテープのみをサポート。ありがとうございます。